全国のキャンプワンの方もキャンプワンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。前回ですね、このスキレットの錆落としの動画出しました。今回はですね、このスキレット、このシーズニングについてご紹介します。で、こういうスキレットとか、あとダッチオーブン、まあ最近はステンレス製のものも出てるんですけど、鋳造製のもの、ステンレスじゃないものはステンレスと違って錆びやすいんですね。なのでシーズニングというメンテナンスが必要になるんですね。このチャンネルではこういうキャンプに関する動画を毎日上げています。キャンプギア紹介やハウツー動画、あとはちょっとおふざけの動画なんかも出したりもしています。まだチャンネル登録していない人はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。さあ、シーズニングについて、まずシーズニングを行う前に軽く説明します。まずシーズニングをやる理由についてなんですけど、まあ、さっき伝えたように、まずはサビ止め、これが一番大きな理由ですね。で、あとはシーズニングを行うことによって焦げ付き防止にもなります。料理をする時の焦げ付き防止にもなります。あとはこの鉄臭さが食材に移るのを防ぐ効果もあります。で、シーズニングっていうのは何かっていうお話なんですけど、普段ガスコンロを使う時にこの周りにこの茶色い頑固な油のこびりつきがありますよね。油って液体なのに、なんであんなにこびりついちゃって硬くなるんだろうって思ったことないですか？そうなんです。油っていうのはボトルに入ってる時はサラサラですよね。で、あれが熱するとネバネバになって最終的に硬くなるんですね、っていう性質があるんですよ。その頑固な こびりつきを意図してこのスキレットにつけさせる、このようにこの頑固なこびりつきをつけさせるというのがこのシーズニングになります。で、シーズニングには、まあ、油を使うんですけど、この油が酸素と結合しやすい油を使った方がいいです。ちなみに、まあ、みんな大好きなオリーブオイルはあまり向いてないです。お家にある一般的なサラダ油、あれを使うと良いと思います。ただ、もっといいのは乾性油ですね。以前オティネルナイフのメンテナンスに使う蜜ろうワックスを使った時に出てきたあの油なんですけど、まあエゴマ油とかアマニ油ですね。で、実はですね、あの時のオティネルナイフのメンテナンスに使った蜜ろうワックスの余りのエゴマ油がまだちょっとあるので、今回はそれを使っていこうと思います。皆さんもですね、乾性油がもしお家にあればそれを使ってみてください。なければサラダ油で結構です。じゃあ、まずですね、このスキレット、まずは最初よく洗ってください。で、洗って水分を拭いてですね、最後にこの火で熱して水気を飛ばします。今回も使うのはこの ST310 ですね。外のST310、 これを使います。で、今回のこのスキレットなんですけど、スキレットは以前紹介したビーパルとチャムスのコラボのスキレットを使ってます。こういうやつですね。こういうチャムスのブービーバードのマークがついてるやつ、これを使います。ちなみに同じ日にこのビーパルとチャムスのコラボのスキレット出した人、同じ日に出てたモノマックス と BOD のコラボのスキレット、あれはステンレスなんですよ。だから、あれもシーズニングいらないですよ。で、これは鋳造製のスキレットになるので、シーズニングが必要になります。だいたい水分飛びましたね、これでね。じゃあ、まずですね、油をちょっと垂らしまして、これをですね、全体にぬりぬりしていきます。まだ熱いので、ちょっと時間置きますね。これの裏側もですね、裏側も塗って、で、この持ち手の部分も塗りましょう。で、全部塗れたら、まあ火にかけるんですけど、もっと簡単な方法がありまして、オーブントースター。オーブントースターに入る場合、ちょっと大きなスキレットとか、あとはダッチオーブンとかだったら入らないと思うんですけど、もし、まあ今回のこれとかちっちゃいんであれなんですけど、オーブントースターに入るようだったら、オーブントースターでやることもできます。ただまあ今回ですね、一応、まあ動画で見せながらちょっと行いたいので、今回はこの ST310 を使ってやります。で、これは換気扇をつけてやった方がいいです。ちょっと煙が上がってきましたね。この煙がかなり鉄臭い匂いがするので、絶対換気扇した方がいいです。では、この煙がまず止むのを待ちましょう。はい、だいぶね、煙もまだちょっと出てるんですけど、だいぶ煙の量が少なくなってきました。で、煙の量が少なくなってきたので、一旦まあ火を止めまして、で、完全にこの煙が出ないところまで待ちます。終わりましたら、まだちょっと熱いので、気をつけながら、もう一度油を塗っていきます。で、これを何回か繰り返すんですね。で、これ繰り返すことによって、要はこの油のこびりつきの層を何重にもするんですね。で、
で層を厚くしてより効果を高めることができます。で大体5、6回できればいいですけど、まあ、3回ぐらいしたら最低限いいかなとは思います。今回は2回目からは動画の撮れ高も撮れたので、今日トースターでやります。はい、というわけでちょっとわかりますかね、ちょっと映像じゃ難しいかもしれないですけど、ちょっとねこれでコーティングされてるんですよ。ちょっとまだ若干表面がベタベタしてますけど、コーティングできました。でこれで終わりでもいいんですけど、一応最後の仕上げネギ、これを使って、まあ、ネギのねここら辺とか使わない部分、ここを使ってこの鉄臭さみたいなのをこの野菜に移すっていう作業なんですね。これまあやってる人やってない人いるんで別にやらなくてもいいんですけど、せっかくなんでね今回はちょっとそれもやっていこうと思います。まあ、野菜はネギとかそういうネギとか玉ねぎとか、あとは根菜、人参とかそういったもの、野菜でまあ使わない部分あったらそれをもう入れちゃって熱する、ただそれだけです。じゃあちょっとやっていきましょう。じゃあ最後ちょっとねこれやって、こうするとこう匂いがですねこのネギの方に移るみたいなんですね、この鉄臭さっていうのが。なんでこれをまあ最後の仕上げとしてやるんですけど、まあ、シーズニング自体はさっきのところで完成です。で、こんなもんですかね。さあというわけで、あとは、まあ、キャンプで使って、まあ、そう簡単に剥がれるものじゃないので、ガスコンロ掃除した人分かると思うんですけど、なかなか、まあ、取れにくいものなんですよ。なんであとはまあメンテナンスとして、まあ、キャンプで使ったらその後油塗ってあげて毎回新聞紙にくるんで保管しておけばあとは大丈夫です。でちょっと定期的にね、まあ、そろそろかなというところでシーズニングしてあげるといいかなと思います。使う頻度にもよるんで、まあ、何ヶ月1回とかっていうのは特にないんですけど、スキレットが焦げつくなとかって思ったらそのタイミングでちょっとシーズニングしてみてもいいかもしれないですね。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。